扉を開けると社会が見える。社会の扉。よいしょっと。こんにちは。私、社会の扉こと温水洋一です。今回のテーマはこちら、公害。今から60年ほど前、日本は高度経済成長という時代を迎えました。冷蔵庫や洗濯機、テレビなどが普及し、暮らしがどんどん豊かになったんです。しかしその過程で環境の汚染が進みました。公害です。今日はその一例を見てみましょう。熊本県の南部にある水俣市。人口およそ2万7千、漁業や農業が盛んな町だ。この町で1956年頃、多くの人が水俣病と呼ばれる病気にかかり、大きな問題となった。患者の人たちは医師と関係なく手足が震えたり、しびれたりした。そして多くの人が亡くなった。その頃、水俣市には窒素という大企業の化学工場があった。その工場排水に含まれる有機水銀が原因だったのだ。有機水銀は当時プラスチックなどを作るときに出ていた物質で、人の体にたまると脳などの神経を侵してしまう。工場の排水とともに出された有機水銀は小さな魚に取り込まれ、その魚を食べる大きな魚の中にも蓄積されていく。その魚を食べ続けると体の中に有機水銀がたまり、水俣病になるのだ。水俣で漁業を営んでいた浜本次則さん、19歳の時に水俣病を発病した。闘病生活は50年以上に及ぶ。浜本さんの病状は徐々に進行。今は歩くこともできず、手の震えも止まることはない。30代の浜本さん、この時は杖と人々の支えがあればまだ歩くことはできた。浜本さんは病院への入退院を繰り返しながらリハビリを続けた。しかし、体に蓄積した有機水銀は浜本さんの体を蝕み続けた。私は悪くなる、だんだん悪くなって苦しめする状態になったわけ。浜本さんの両親も水俣病にかかり、相次いで亡くなった。その苦しむ姿は浜本さんの頭から離れることはないという。水俣病の原因は工場の排水。しかしそのことが認められ、対策が立てられるまでには長い年月が必要だった。ここでクイズ。水俣病が発生した当初、その原因は主に何と考えられていた？ 1. 細菌やウイルス。 2. 工場の煙。 3. 畑にまく肥料。正解は1、細菌やウイルス。水俣病が発生した当初、その原因は全くわからなかった。そんな中、水俣病は伝染病だという噂が飛び交うようになった。患者の中には共同の井戸を使わないように迫られたり、家の中に消毒剤を吹きかけられたりした人もいた。例えばこの中に急いで取るとかね、あそこ、まあ極端な話か、あそこ行ったらもうこう、まあ話はすんなとかね、あの人かな。で、あそこで、そこそこお茶とか水とか、まあ、俺のマンゴーしまい、ね、これあったんですよ。その後、県内の研究機関から、水俣の魚を猫に与え続けると、
水俣病と同じ症状が現れるという実験結果が報告された。海に流される工場排水が原因という説が有力になったが、化学工場は原因は排水ではないと主張し続けた。私の方の工場の排水が疑われておりますけれど、日本中には私の方と同じような仕事をしておる同業会社の工場が十数さんございます。ただ水俣にだけ起こったということに甚だ私たちは疑問を持つわけでございます。水俣の漁師たちは化学工場に汚れた排水を出さないように要求したが、工場はまともに答えようとはしなかった。そして規制をかける立場の県や国も工場に対して有効な対策を取らなかった。もし排水が原因と認めると莫大な保証金が発生し、企業が立ち行かなくなる。日本の経済発展の足かせになることも考えられたのだ。結局工場排水が原因と確定したのは水俣病発生の12年後。その間、有機水銀を含む工場排水が海に垂れ流され続けた。企業や県、国が一緒になって経済成長を追い求める。その行き過ぎた結果が有効な対策を遅らせることになったのだ。水俣湾再生への取り組みがようやく始まったのは水俣病発生から18年後のことだった。湾内には仕切り網が張られ、汚染された魚を閉じ込める措置が取られた。そしてその魚を捕まえて焼却処分。作業は23年間も続き、およそ500トンもの魚が処分された。さらに有機水銀を含んだ海底のヘドロも除去。工事には13年もかかった。工場排水への対策が遅れたことで被害はさらに広がり、水俣湾の再生には長い年月がかかってしまったんですね。浜本さんはその教訓を伝えるためにある取り組みを行っています。水俣病の悲惨さを後世に伝えるために建てられた資料館。1993年のオープン以来、世界中からおよそ80万人もの人たちが訪れている。水俣病患者の浜本次則さんはこの資料館で語り部としての活動を続けてきた。公害を二度と起こさないよう水俣病の経験を伝える。それが一番大事だと浜本さんは考えている。自然は空気も空も海も川もね、自然なんだけど、自然は汚したもんね。だから汚したの、人間が。人間が汚した何のために？儲かるために。たら儲かるためにしたら逆に今度は人間が食えになったと。自然を汚さんためにどれにすればよかるかな。だけどそういう生活をしてほしか。ありがとうございました。語り続けることで水俣の教訓を風化させない。それが浜本さんの思いだ。公害で汚された水俣湾は1997年県の調査できれいになったと報告された。水俣は再び漁業が盛んな町として再生したのだ。水俣市はもう二度と環境を汚さないという決意のもと、全国に先駆けて徹底したゴミの分別やリサイクルを始めました。今や全国からモデルとされているほどだとか。みんなの街でもひょっとしたら公害を乗り越えた歴史が。調べてみると新たな発見があるかもよ。